別に俺はさんまさんになりたいと思ってないから違う形で抜いたらいいやん。タモリさんも変わんなそうっすよね。でもあんまり知らないかも、タモリさん。一緒に幕別やったのに迫ってなかったんや西野が可愛がられてたから。可愛がられなかった。せやね、これほんまにそうでね絵描いた方がいいよって西野さんに言ったのタモリさんでしょ。そう、あれそうなんですよ。いいともの前室を言うてね、生放送の前にポロってお前絵描けよって言ってくるんですよ。ずーっと二人で喋ってるんですよ。あいつでもタモリさんしか見てない。俺柏原に邪魔されたくない。俺はほんまにそうや思ってたね、はっきり言うて。たまに本人にも言うけどね、じゃあ入ってきたらええやんけとか言うんですけど、そんな空気はなかったんや。タモリさんもサングラスの奥で俺見てるふりして西野見てる時は。なんでそんな嫌われてんの。西野に対しての愛がすごかったから。なんでそんな全く興味を持たれなかったの。西野のやっぱり才能だったりとか、西野がやっぱり大きいんですよ。やっぱり西野にみんないじっちゃうし、西野が気になるっていうところがあると思うんですよ。俺はやっぱ影に隠れちゃう。それがあったかもしれない。ずっと隠れてたけども、カジサックのジャージタオル巻くことによって、やっと自分を出せたみたいな。それでメンタル病んじゃったんだ。本当にリアルな話になってきたね。若い頃は、そのずっと面白い梶原さんって光ってきたけど、テレビの現場とかタモリさんの前になると、うん、西野という明るいこう太陽があると、うん、もう闇でしかないわけじゃん。そう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 、そんな感じですわ、ほんまに。で、裏でも西野は太陽なんですよ。あ、もう楽屋とかでも、ひゃっひゃって人が集まって。そう。俺も本当は小中高と太陽だった。でも隠れちゃった、こうやって。はぁ。本当は明るいんですよ。それは本当にそうなんだよ。みんな!あいつら俺のことをモルモットとして見た。